というわけで、20歳から60歳まで40年間働いたとして、8にこれをかける40なので、1人で1億6800万円、1人頭これよりもたくさんのお金を一生の間で稼いでいる。8年間高校卒業するまでで432万円。この普段の生活で、18年間、親御さんたちが皆さんを育てるために払わなければならないお金です。で、優秀だと思うと、周りは見ないように自分の意見で大事ですので、はい。そしたら B、10種類。はい、C、11種類。はい、ありがとうございます。では正解は、はい、10種類です。ほい。重い。でもほい。重い。あ、意外と平気。皆さんが将来ですね、何かこうやりたいことがあるとか、それから結婚する、ことに向けてるっていう時に、少しでも今回の真似する内容が役に立てばいいのかなと思います。金融機関の仕組みや金融機構についてわかりました。僕の家でも信用金庫さんのキャッシュサービスを利用させてもらっているので、ありがとうございます。今回の金融機構について覚えておいて、将来に役立てたいと思います。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。